プシュカルは、インド、ラジャスターン州、アジュメール県にある町である。アジュメールの北西14キロ、標高平均510メートルに位置し、敬験なヒンドゥー教徒にとっての五大巡礼地の一つとなっている。プシュカルは、ティルサラージ、巡礼地の王様と呼ばれ、近年外国人旅行者の目的地としても人気が高まっている。また、プシュカルは、インドに存在する。 最も古い町の一つでもある。プシカル湖の湖畔に広がる、この街がいつできたのかは分かっていないが、神話ではブラフマーがこの町の誕生に関わっていると語られる。一方でプシカルには多くの寺院があるが、ほとんどはそれほど古いものではない。この地域は12世紀から始まるムスリムコンクエストの影響を受けており、その際に多くのヒンドゥー寺院が破壊されたためである。 この時に破壊された寺院は後に再建されている。プシュカルで最も有名な寺院はブラフマー寺院であり、14世紀に建てられたものである。プシュカルの他にはブラフマーを祀る寺院は数えるほどしかない。その理由に関しては神話の項を参照。プシュカルは毎年11月に開催されるラクダ祭りでも有名である。プシュカルは サンスクリット語で青いはずの花を意味する。神話では神々が蓮の花を加えた白鳥を放ち、白鳥が蓮を落とした場所をブラフマー神がヤグナを行う場所と決めた。この蓮の花が落ちた場所がプシカルと呼ばれるようになった。このエピソードにはいくつかバラエティがある。さらには語源に関しては他にも諸説存在する。プシカルの湖。 プシュカルの街に関してはいくつかの神話に触れられている。妻であるサティが死んだ時に、芝神の流した涙が二つの池を作った。一つは、パキスタン、チャクワル県、コアサイダンシャーの近くにある、カタスラージ寺ジ院ーの池であり、もう一つがプシュカルの湖である。ある時ブラフマーが、大、ヤグナを行う場所を探していると、あつらい向きのこの地を見つけた。 しかしこの地は長いこと悪魔バシュラナ種に苦しめられている場所であり、そのことを知ったブラフマーは、レンの花の上にタチマントラを唱え、バシュラナ種を退治した。その際に三枚の花びらが落ち、花びらが落ちた三箇所は後に、ジャイシュタ、マディア、カニスタプシカルとして知られるようになった。その後に、ブラフマーはこの地を悪魔から守るために、ヤグナを行った。その際に、 ブラフマーの妻であるサビトリが、アフチを捧げる必要があったが折り悪くその場にいなかったため、代わりに、グジャール族の少女がヤトリがブラフマーと結婚し、ヤグナに参加した。ブラフマーの第一夫人であるサビトリはこのことに激怒。彼女は、ブラフマーは、プシカル以外では崇拝されなくなるという呪いをかけた。ブラフマー寺院では現在でもグジャール族のコミュニティから僧侶を出しており、彼らは、 ボバスという呼び名で知られている。プシカルコパノラマビュー。チズム、ヒュー、エド、プーシカー。エンサイクロペディアブリタニカ22ケンブリッジユニバーシティープレス。ありがとうございます。